アジア大学学長時代1955年、大田光造12月15日から1981年11月26日は、日本の弁護士、政治家、教育者、アジア大学の実質的創立者の一人、旧日本末藩の交渉、勢い集や、八代長座へもにより分家し、金融機関の愛用医者結社に参画した、大田貞夫の四男として、 福島県で生まれる。日本キリスト一教会福島教会で洗礼を受け、キリスト教青年運動に従事。牧師を志し状況、生学院神学校に入学するが、法律家、政治家に進むことを決意。東京中学卒業時に高等学校受験に失敗し、明治大学法学部を経て、第四高等学校、東京帝国大学法学部英法科を卒業し、 弁護士となる一方、民族主義運動に傾注。平沼喜一郎の主催する国本社に参加し、幹事を務めている。帝大在学中に七聖者の前身である、広告学生連盟を組織して国家主義運動に入り、平沼喜一郎からの信頼厚く、田辺治通り、竹内が給仕と共に、平沼の三番ガラスと称され、5.15事件。 決命団事件では弁護士を務めた。1938年法政大学教授に就任。1939年1月、平沼内閣発足に伴い首相秘書官に任命され、さらに同年4月には総理業防役の内閣書記官長に就任する。平沼内閣総辞職を目前に控えた同年8月28日、貴族院直選議員に直任され、院内会派。 無所属クラブにところ属して公職追放で議員辞職する九百四十五年十二月二十一日までこれを務めている。九百四十一年後は専門学校設立の中心の一人に、九百四十五年四月に発足した鈴木肝太郎内閣で文部大臣となる。戦後は先般容疑に問われ菅も刑務所に拘留されたが不基礎となりでどころ。 その後は、講和専門学校の更新である、日本経済短期大学、アジア大学学長として、教育に力を注ぐ、一時期福島テレビ会長にもなった。ありがとうございます。